お店を見た瞬間にときめきました。ありがとうございます。わあ、かわいい、おしゃれって。うん、私の好きなものを全て入れ込みましたんで。あのガラス張りで入り口の扉だけがブルー、うん、シンプルなんだけれども、うん、おしゃれですよね。ありがとうございます。ウグアの中で、あのお蕎麦の最後にデザートとコーヒーが出るコースがあるんですけど、そこで出していた一番最初のスイーツがショコラテリウムっていう、あの息子の手作りのスイーツなんですけど、これを持って帰りたいっておしゃお客様に言っていただくことが多々あったんですね。じゃあもうそれが目玉なわけですよね。そうですね、はい。最初は最初はって今言われましたけど、はい、一つだけじゃちょっと物足りないから、まあ、あと一つ二つ何か作りたいねっていうところで、試行錯誤して、一つはバスク風チーズケーキ、これを作りました。もう一つがファーブルトンっていうフランスの伝統的なお菓子、素朴なお菓子です。ファーブルトンを食べた時になんと美味しいんだと、素朴で美味しいんだと思って感激して、これは絶対いいよっていうところで始めたんですけど、なんとびっくり、こう蓋を開けたら一番出るのはバスク風チーズケーキでした。ファーブルトンっていうのが全く分かんないです、はい、ですよね、うん、雑誌かネットか何かで見かけたんですね。ファーブルトンっていうお菓子があるぞって、でそれ見てとても美味しそうで、息子にこれ作ってくれんっていうふうに頼んだことからが始まりでした。目の前にあるのはこれは、これが基本の、うん、ファーブルトンです。でも中に何か入ってますね。はい、あのラム酒漬けのプルーンが入ってます。おお、それが結構いいアクセントで。へえ、うん、いただきます。うん、おいしい。でしょ、バターですかね、うん、の香りと甘みと、でプルーンが非常に上品です。ですね、うん、うん、生地のなんかこのふわっと感、とどり感がちょっとなんか癖になる、うん、今までにない食感ですよね。ないです ね、 ね。で、びっくりしたのが、うんうん、コーヒーのこの外から見えるようになってる焙煎機ありますね。すごい大きい焙煎機、頑張って備え付けてあります。せっかくならコーヒーも一緒にやりたいよねっていう話で、だったら焙煎からやりたいよねっていう話に行き着きました。結構いいあのお豆なので、それをあのコーヒーの豆の味を残すように、あの感じられるように、あのそういう風な焙煎の仕方を教えてくださる先生がいらっしゃいまして、その方に習ってます。今回はアイスで、はい、そうです、あの、はい、焙煎がちょっと浅めの中入りの、中入りっていう焙煎の度合いなんですけど、そのコーヒーです。いただきます。どうぞ。あー、言われるのが分かります。もう本当コーヒーのお豆の味します、うんうん、しますでしょう、うん、豆の香りを大事に焙煎する方法なんですね。だからもうすっきりしてて、私はもう毎日これをハンドドリップで入れてます。豆自体が持ってるフレーバーっていうのは、なんかアーモンドの香りだったりとか、ピーチだったりとか、バナナだったりとか、いろいろあるんですね。それにかすかに気づくっていうのがとても贅沢な、うん、飲み方だなと思って。これからどういうお店にしていきたいですか？そうですね、やはりあのここってあの阿蘇でも外輪山の一番東端っこなんですね。わざわざここまで来ていただくっていうのが私の気持ちの一番動かせるあれなんですけども、わざわざここまで来ていただくんだから、まあ、美味しいものを食べていただいて、ゆっくりされてって、何かをこう感じて、心をですね、あのリフレッシュして帰っていただけたら何よりだなと思ってます。まあ何かまたまたできるかもしれませんが、なんか野望がありそうだぞ。はい、まだちょっといろいろなものと相談しなければなりませんので、はい、また楽しみに伺います。はい、ぜひお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。